まあ、車についての耐電池っていうのは影の影響をしっかりと考慮しないといけない、うん、海沿いの道なんですけれども、部分影がないということです。この太陽のこの丸い円盤がですね、こう電線に大きく遮られていると。実際の発電量もこれで下がるんですか？結構大きいですね。はい、次はですね、出力はどうなのかというところに行きたいと思います。こちらがですね、実際に走ったデータになります。で、これはですね、快晴日、雲一つない快晴の日のデータになります。一番上ですね、 GHI と書いてあるところが、これがですね、水平面の前転日射量。前転ということは散乱も直達も全部入ってる、ね、もちろん、はい、入ってますね。それが水平面前転と、はいはい、それをですね、宮崎大学のこれ遮蔽物が何にもない屋上で撮った日射量になります、はい、一方ですね、真ん中のところです。で、真ん中のところはこれも日射量なんですけれども、はい、これは車の上の日射量になります、うん、はい、走る車の上に日射計がついてますので、はい、実際車が受けている日射量になります、うん、の水平面前提、水平面です、はいはい、そして一番下がですね、じゃあその日射を受けて車の上につけた太陽電池ですね、うん、どのような発電量を出してたかというのがこの一番下のグラフになります、うん、で、この赤点でこう囲ってあるところですね、はい、で、ここが走行したところです。はい、走行中ですね、うん、はい、で、先ほど一番最初に示しました、うん、宮崎大学を出て、はい、駅行って、そして戻っていくという、うん、約1時間のコースですね、はい、そこを走ったデータになります。で、これ見ていただくとですね、一番上の宮崎大学の屋上でですね、日射量安定してます。で、まあ、雲一つないというのが分かってもらえると思うんですけれども、はい、真ん中のところを走っているとですね、はい、こう走り出すと急にピコピコします、うん、はい、で、これがですね、影、あ、影なんですね、はい、やっぱ建物とかですね、家とかビルとか木が日射を遮りますので、まあ、このようにですね、実は走っている車っていうのはですね、一般的に屋根についている太陽電池に比べてかなり影をですね、受けているというのが分かると思います、うん、なるほど、はい、で、それを受けて一番下ですね、はい、出力がどうだったかということなんですけれども、うん、この影を受けるのと同じようにですね、うん、こう上がったり下がったりするということで、うん、まあ、影によってですね、かなりこの出力がですね、上下するというのが分かると思います。なんかこう飛んでるみたいな、ね、そうですね、はい、なるほど。影がかかると、はい、もう急にゼロになったりとかですね、まあ、ゼロ近くになったりとかしてですね、うん、かなり変わりますね。これいっぱいデータがあってこういっぱい飛んでるじゃないですか、はい、これ1分の積算とかのデータじゃなくて、これやっぱり秒レベルの、そうです、はい、あ、秒レベルのデータなんですね、はい、これ1分で撮ってしまうとですね、影関係なくなってしまいますので、あ、なるほど、はい、一瞬こう、はい、建物が遮る影っていうのをしっかりと測れるようにしてます、うん、なるほど。これがですね、はい、曇った日、曇天日のデータになります。で、うん、この一番上のですね、屋上で測った遮蔽物がないところで測った日射量、はい、まあ、非常に低いですよね。これ曇天といってもかなり日射量が低い、まあ、100ワットパー平米ぐらいなんで、もうほとんど雨ぐらいのところですね。はい、もう本当に曇っている状態のデータ、まあ、先ほどの快晴日とちょっと比べるためにですね、はい、もう雨ギリギリのところですけども、まあ、雨は降ってない状態でかなり曇った日っていうのを撮ってみました、うん、なるほど、はい、屋上もちろんですね、一番上のグラフ日射量が少ないというところなんですけれども、うん、はい、真ん中ですね、車の上のですね、日射量、はい、うん、見てるんですけれども、この真ん中見ていただくと、この上のですね、屋上で測った日射量と比べて、はい、そう変わりがないなと。そうですね、はい、先ほどですね、快晴日は走るとものすごくこうフラフラしてましたよね。これ曇ってるので影がかからないですね、もともと薄いからですね。そうですね、なるほど、はい、なので屋上で測った日射とほぼ同じような日射が出てくるということになります、まあ、もちろんですね、そのような日射を受けますので、下の発電量ですね、一番下のも同じくですね、まあ、低い状態で、でも快晴の時のようにピコピコしないと、うん、いうことになります。なるほど。じゃあ、まあ、曇天日であればこの定置っていうんでしょうか、屋上ですね、屋上で、はい、屋上でとほとんど一緒で、はい、まあ、発電量 の, まあ、ふらつきっていうんですかね、うん、っていうのがないんだけども、晴天だったらもうガクガクに入れてると。そうですね、かなりその影の影響っていうのがもう如実に現れるんですね。そうですね、普通の太陽電池以上にですね、やっぱり影がかかるということが増えます、うんうん、でその影のかかり方っていうのも、はい、いろんな種類の影のかかり方しますので、うん、
この特にまあ晴れた日に走った場合ですけれども、うん、まあ、車についての耐電池っていうのは影の影響をしっかりと考慮しないといけないということが分かりますね、うんうん、なるほど。あとちょっと思ったんですけど、これって太陽電池で発電した電力バッテリーに入れますよね、はい、バッテリーから取り出して動力にしますよね、はい、とするとこんなあんまり揺れたとしてもそれバッテリーにちゃんと充電するんだったら走行には関係ないのかなと思うんですけど、はい、発電がこうふらつくことっていうのは良くないんですか？そうですね、そこがですね、またこれもあの一つの研究課題でして、はい、まあ、できるだけあの生まれた電力は逃したくないんですよね。落ちたとしても、はい、落ちて上がったところはしっかりと開いたりということで、うん、まあ、そのどれぐらいその影の動きに追随できるか、はいはい、パワーコンとかでやりますよね、あの追随をですね、はい、で落ちたところにパワーコンが引っ張られると、はい、その後ずっとこう低いところを追いかけてしまうということになりますので、はい、まあ、それ、まあ、もちろんコストの兼ね合いもありますので、はい、影の影響でも落ちたと、はい、で落ちて上がってきたところをまずすぐに開けるというふうに、うん、影の影響をできるだけ受けないような制御をして、はい、そして生まれてきた電力っていうのは逃さないようにバッテリーに入れるというのが大切ですね。なるほど。ちょっと難しいので補足すると、最適動作点を追うのに低い日射量のところに合わせちゃって、高い日射が来たのにそっちの動作点に素早く動けないとか、そうです、そうです、ちゃんと通じできなかったら、はい、電力のまあ取りこぼしみたいなことになるとは、そういうことなんです、はい、そうですね。なるほど。これはじゃあパワーエレ的な制御というのも重要になります、ね、はい、制御非常に重要になりますね。こういった技術が進んでいったら低地の太陽電池のにもなんか適用できるんですか？そうですね、低地の場合はですね、あのもちろん適用はできるんですけれども、あの環境がフラットですよね。ミリセックオーダーで影が動いたりはないので、車の場合は本当にあの例えば電柱の影ですと、はい、これはもうミリセックオーダーですので、なるほど、そこをどう無視するか、もしくはどう生かしていくかというところが、うんうん、まあ、大事なところになってくるか。あまりコストをかけずにそこも拾えるようになったらいいけれども、そこを拾って得るゲインと、その制御を高度化することとか部品を足すことによるコストアップ、はい、まあ、どっちが勝つかという、そうですね、話なんですかね。じゃあ次はですね、影はどう影響するかというところを見ていきたいと思います。一番重要なところ、そうですね、ですね、はい、影がどう影響するか、太陽電池モジュールにとってですね、まあ、一例として一番簡単な状態を見ていただきたいんですけれども、うん、例えば一番上ですね、まあ、セルですね、こういうふうに並んでて、うん、はい、で、まあ、直並列を考える必要があるんですけれども、簡単のために全部直列でセルがつながった場合を考えてみてください。均一な光が全部セルに入ると、全てのセルから同じ電流が出てきますね、はい、なのでその時の電流を10割としましょう。でですね、夜になってしまったとかですね、うん、あとは全体に影がかかったと、でもう真っ暗になったという場合ですね、考えてみましょう。で全体的に影がかかった場合、もちろん9枚どのセルからも電流が出ないので、うん、ゼロですね、はい、ゼロですね、はい、で一方ですね、これがまあ影としましょう。で一番下ですね、これ9枚のうちの他は全部に光がしっかりと当たってて、うん、10割の電流が出てきたと。で1枚だけ影がかかって、そこが電流がゼロになってしまったと、うん、この場合ですね、このわずかなところにしか影はかかってないのに、うん、これ直列でつながってますから、はい、電流は一番低いところに立足される、うん、部分的にこう少し影がかかってしまった場合でも、うん、電流がゼロになってしまうと。大きな影っていうのはもちろん重要なんですけれども、うん、はい、この部分的な影っていうのが他のところをですね、うん、に大きく影響してしまうということで、うん、この車載は特にですね、うん、部分的いろんなところ走りますから、うん、部分的に影がかかるという場合をしっかりと考えなきゃいけないということになります、うん、じゃああの部分影かかっているところがなんかショートカットしてくれたらいいんですけど、ね、そうですね、そういうあの回路を組めればいいんですけど、うん、これもですねコストですね。そうですね、はい、それか、まあ、ブレイクダウンするかですよね。はい、ですね、なるほど。でこの影の影響をですね、見たいなということで、これ先ほど、示したものと一緒ですけれども、車がいろんな状況を走りますけれども、まあ、代表的な環境として3つですね、はい、一番上のビルがたくさんあるところで、これは大きなビル、大きな影がモジュールにかかるというような場合、そして住宅街ですね、真ん中で住宅街の場合は、まあ中規模から小規模の影が、まあ、こちょこちょかかるというような状態、うんうん、そして一番下、まあ、広げた状態で開けている場所ですので、うん、はい、まあ、それほど影がかからない状態というところの状態を見ていただきたいなと思います、はい、じゃあ例えばですね、はい、開放区間、
まあ、このようなあの上の写真にありますけれども、もう空が開けて見えるような状態ですね。いいですね、宮崎。はい、はい、でこれがあの宮崎の海沿いの道なんですけれども、うん、あの大学から空港をつなぐ道になってるんですけども、一緒に開けたところです、はい、空も青いです、うん、でそこをですね走った場合に、うん、太陽電池はどんな状態を見てるのかというのをちょっと見ていただきたいと思います。はい、このようにですね空が開けて見えます。うん、でこの太陽のですね円盤を見ていただきたいんですけれども、あのほとんどですねこの円盤を隠すものがないと。円盤ずっとこう太陽の丸ですね。あ、これがですね遮られることなく、あの木がたまに横真横を通るんですけれども、うん、この太陽の丸いところがですねほぼ見えている状態ですね。なるほど。つまりこれはですね部分欠けがないということです。うん、でこの太陽が見えない場合、例えば太陽が半分だけしか見えない場合、はい、これはですね部分的に太陽が隠れているということですので、うん、はい、部分欠けになるということになります。うん、でこの場合はですね非常にその太陽がずっと影をかからずに車の太陽電池が受けれるという状態です ね、うんうん、ね。そしてですねこれあの太陽のこの図からですね、はい、で何が分かってくるかというと、これをですね、画像処理すると、はい、太陽電池が見た空ってどれぐらいこう遮蔽物があるのかというのとも分かってきますので、うん、はい、この天空カメラの画像からはいろんな情報が得られますね。うん、なるほど。例えばそのあのパームツリーからどれぐらい影かかってくるかっていうのも、そうです、まあ、分かるんですね。そうですね、はい、で今実際ですねもう画像処理することによって、例えばこの区間、まあ、例えば10分走ったとしましょう、はい、この10分間のうちの何割太陽があったかというのも分かるようになってます。あとこれ距離も分かるんでしたっけ、あのパームツリーと自分の距離。あ、もちろん分かります。分かるんですね。はい、うん、そうするとその影の濃さみたいなのも分かるんですかね。はい、分かります。うん、それはですね画像処理で全て数値化することができますね。うん、なるほど。はい、で次がですね、まあ、駅前のですねビル街が、うん、どうなるかという状態なんですけれども、うん、ちょっと動画で見ていただきたいと思います。大きいのでビルがですね場所によってはもう太陽完全に隠れるんですね。あの街路樹ですね、うん、とビルによって、うん、まあ、こう走ってる区間ですね、はい、見えてるか、はい、もう大きなその遮蔽物によってもう見えてないか、うん、っていうところが、まあ、この特徴といいますか、このビル街区間ではこう道に沿ったまっすぐの方向ですね、うん、はい、今太陽がよく見えるんですけれども、はい、こう少しこう曲がってしまうとかですね、うん、太陽がもう全体的に隠れるというような状況です。うん、全然太陽見えてないですね。そうですね、はい、なるほど。なので、まあ、先ほどの動画でもありましたように太陽がですね、はい、あるかないかという、うん、まあ、こういうこのビル街区間では太陽が見えてるか見えてないかというようなこのきっちりした分かれ方になりますね。うん、なるほど。まあ、とこれ GPS ついてるんですよね。ついてます、はい、なら今太陽がどの辺にあるのかっていうのが分かってて、そうです。で、あのビルが何色やとか分かったらどれぐらい反射してるのか、はい、もう分かるのも分かるんです、はい、横から当たるよね。そうですね、みたいな、はい、なるほど。これはハイレベルですね。うん、はい、でこちらがですね、住宅街区間で、これ住宅街ですね、先ほどのビルと全然違いますね。あの建物は低くて、うん、それほどですね密にはないという状態なんですけれども、うん、まあそこそこ空がですね見えているような状態で、はい、先ほどビル街区間とは大きく環境が違うというところは分かると思うんですけど、じゃあこちらですね、太陽電池がどんな空を見ているかというのを見てください。はい、建物が低いので、うん、太陽よく見えてるんですね。うん、確かに。ただですね電線がすごく多いというのが分かると思います。うんうん、でこの住宅街区間というのはですねもう電線がほとんどですね上を走ってるんですね。はい、でそのように、まあ、電線が太陽を遮るということがあります。うんうん、動画ではですねそれほどその電線が強調しては見えないんですけれども、はい、実際あの画像処理するとですね、うん、この太陽のこの丸い円盤がですね、はい、こう電線に大きく、うん、あの遮られているということが分かります。実際の発電量もこれで下がるんですか。そうなんですよ。で我々もですねそんなにこの電線が影響すると思ってなかったんですけれども、うん、じゃあ画像解析してこの電線がどれぐらいの割合で太陽を遮っているか、うん、まあ、太陽を遮っている部分的に遮っているっていうのはこれはまさに部分影ですので、うん、はい、まあ、あの出力にどんな方に影響するのかというのを調べているとですね結構大きいですね。なんか、まあ、パッと考えだと電線細いじゃないですか。はい、だからそんなに影かからないのかなと思ったら、はい、それでもやっぱかかるんですね。はい、影響あるんですね。はい、なるほど。シビアですね。そうですね。はい、
なのでまあこの画像からもですね、うん、結構その太陽電池ってこう空を見るとですね、うん、太陽電池が見る空っていうのは、うん、太陽隠れてるなと、しかも部分的にですね、うんはい、特にこういうその住宅街ではですね、まあ、全部太陽でが見えてるっていうのももちろんあるんですけれども、はい、電線がかかってこの太陽の完全な円が見えないというところ、うん、そういう状況がすごくあるなということが分かりますね、うん、なるほどですね、はい、太陽電池が空を見てます。その時にこう太陽を遮る影がかかった場合に、まあ、どんな影響が出るのかというのを、まあ、出力で見てみました、うんはい、でここで一つ定義としてですね、この動的な部分日陰確率っていうのをちょっと定義します、はい、でこれが何かというと、まあ、先ほど画像を見てもらいましたけれども、太陽の円盤があります。この、はい、丸い太陽がありますと、うん、そこに遮蔽物が少しでもかかると、はい、これがその割合を見て、うん、でそれがですね、この部分的な日陰というふうにします、うん、で、まあ、3区間ですね、開放の区間、そしてビル街の区間、うん、そして住宅街の区間、うん、でそれぞれ走ったところでですね、はい、こちらの表を見ていただきたいんですけれども、うん、この部分的な日陰確率、はい、どれくらい太陽が部分的に遮蔽されたかですね、はい、それが一番右側になります。で、開放区間っていうのは、まあ、それほどですね遮るもの、まあ、細かく遮るものがないので、うん、11.1% ですね、走っている全体の中で 11.1% っていうのが部分的に遮られましたよということになります。でビル街ですね、でビル街に行くとですね、5.7% です、はい、でこれ少ないですよね、うん、で先ほど見ていただきましたようにビル街っていうのは、まあ、細かな影がなくて、はい、大きな影なんですよね、うん、なので太陽が見えてるか全部なくなるか、うん、見えないかというところですので、うんまあ、部分的に遮られることはないということになります。で一番下がですね、これ住宅街です。あ住宅街はですねこれが多くてですね、うん約 58% になります、うんはい、でこれ他の区間に比べてすごく大きいですね、うん、でこれはですね小さな影がものすごくかかるんですね、はい、太陽に、うんでつまりそれが部分的な日陰になるんですけれども、はい、でこれは先ほど見ていただきました電線とか電柱の影響というのがすごく大きいということで、まあ、走る場所によってですねこの部分影、はいはい、このモジュールに部分的にかかる影っていうの状況というのが全然違うということが分かります。でそこでですねそれがどれぐらい出力に影響したかということなんですけれども、はい、右から2番目の列が PR とありますけれども、はい、これがパフォーマンスレシオですね。上の2つですね、開放区間とビル街の区間ではですね、まあ、それほど部分的な日陰はないですよね、うんはい、なので、まあ、1近く出てるということになります、うんはい、つまりまあ理想的に動いているということなんですけれども、うん、一番下のこの住宅街区間になりますと、うん部分的な日陰が多いですね、はい、つまりこう太陽電池の一部だけが小さな影で隠されていると、うんいうその頻度が多いとですね、この PR が大きく下がってしまうと。なるほど、はい、これ如実に現れてますね。そうですね。なのであ、まあ、部分影っていうのが、うんまあ、大きく車載太陽電池の出力に影響するなというのが出ますね。はい、ではですね第3話のまとめです。温度はどうなるかというところで、走行によってですね太陽電池、うんがこう冷やされてですね、太陽電池の温度が下がってくれると、でこれはですね発電にとって有利になります、うん、出力はどうなるかというところで非常に影の影響を受けるということが分かります。で最後ですね、影はどう影響するということで、まあ、この2番目のですね出力にも関係するんですけれども、大きな影だけではなくて電線とかですね電柱が及ぼすような小さな影、この部分的な影にも要注意と。なるほど、はい、車載太陽電池向けの高度な設計があるというのが非常によく分かりました、はいねはいはい、以上が第3話の車載 PV の走行結果でした。次回は車載 PV 開発の方向性です。引き続き西岡先生にお話しいただきます。西岡先生よろしくお願いします。よろしくはい、また次回お会いしましょう。このチャンネルでは太陽光発電の地図を公開しています。この地図には太陽光発電の原理から材料の種類、応用展開、そして社会の脱炭素化に関するキーワードがほぼ網羅されています。動画タイトル下の説明欄のリンクからこの地図の解説動画、そして
地図の電子データもダウンロードできますので、一度見てみてください。